おはようございます。誰が読んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです。12月10日のですね、朝の9時前でございまして、えー、宮崎駅から歩いて15分ぐらいのですね、ビジネスホテルにおりまして、あのー、この間の数日前の動画でですね、山田バサラは浴衣が似合わないという風に言っていたのにですね、 えまた、なんか、下手くそだな。はい。はい。ね、またこの浴衣を今ね、着用して動画をアップしてるのはですね、今、洗濯中だからでございます。はい。え、今日もですね、山田バサラの浴衣姿で皆さん、今日はサービスショットでございます。えー、っとね、この2日前からね、ちょっと体調がね、悪くなったんです。えー、原因はですね、はっきりしてるんです。あのー、 高知海、ね、えー、昨日まで、昨日の朝までね、高知海という駅のですね、えー、周辺でね、滞在してたんですけれども、あのー、二日前だったかな二日前の、えー、お昼にですね、あの、海のそばでね、ギターを弾いてたんですよ。ただ、僕はね、宮崎はね、あったかいなというふうに思ってたんですけれども、やっぱりあの、夕方近く、夜に近くなるとね、 寒くて。で、あのー、やっぱり海風っていうか、風が強かったもんですから、それでちょっとね、ギター弾いてるうちに、寒いなぁとかね、あ、これちょっと、やばいなぁと思って、夕方、まあ6時ぐらいには切り上げたんですけれども、6時、まあ、6時前ぐらいかな、切り上げたんです。それからちょっとね、えー、体調が、あのー、思わしくなくてですね、それで、あのー、もう、で、僕にできることはですね、やっぱり温かいものをね、えー、食べたりとか、 えね、ね、えー、よく寝ることだと思うので、まあ、あのー、それからね、えー、よく寝て、えー、そして、こう、なるべくね、えー、ドリンクもですね、まあ、あの、温かい、えー、お茶とか、ホットレモンとかをですね、えー、飲んでおりまして、そして、昨日はですね、えー、宮崎で、えー、知り合った、お友達の、日高久くみさん、くみちゃんからね、これあの、マヌカハニーというのをね、いただいたんですよ。で、これね、 昨日の夜、そして今日の朝、舐めて、えー、過ごしたらですね、すごいですね。あの、蜂蜜ですよね、きっとね、蜂蜜。すごい、あ、そうですね。ニュージーランド産の蜂蜜ということで。あの、体調がね、あの、だいぶ良くなりました。恐るべし。あの、蜂、う、蜜、ん、ってなんか喉にもいいとかね、よく聞くんですけれども、あの、この本当に、あの、本当に、 ミツバチですよね、これね。の、だから、あの、これを舐めても、あの、虫歯にならないんですよね。はい、このマヌカハニーでですね、体調がえ、だいぶ上向きました。よかったです。まあ、こうやってね、まあ、10月、11月、12月と、ツアー周りをしておりますけれども、10月は10月の反省があって、反省と成果があって、11月は11月のね、反省と成果があって、 そして12月は12月でね、またこうやって、えー、まあ反省と成果があってですね。なんかやっぱりあの、まあまあちょっと体調崩したのは僕の責任なんですけれども、でもまあ、あの、11月、あ、10月の時はですね、もう体調が下り、下ってきたらもうずっと下りっぱなしだったんですよ。これは良くないと思って、12月はですね、やっぱりまあ、あのー、 関東を回って、そして九州に着いて、まあ二日ぐらいオフがあってね、休みがあって、少しね、まあクールダウン、えー、僕も気をつけてたつもりなんですけれども、やっぱり体が休みたがってたりとかね、やっぱりどこかこう、えー、緊張感がこう、切れてはないんですけれども、まあなんかちょっと、えー、まあ一休みしたがっている体の中でですね、あのー、 もう一回体調をですね、復活させる。もうなんか、だんだんはだ,はだけていきますね。えー、このね、えー、そう、はい。えー、この、下りっぱなしになんないっていうことですよね。体調がこうなったら、これを、これを上げていく努力っていうか、そういうための、あの、まあ、さっきのね、こう、蜂蜜なんかもそうですし、温かいものを食べるとか、えー、だからよくツアーミュージシャンなんかね、あの、よく温泉に行ったりとか、マッサージを受けたりとかね、そういうね、あの、ことをね、する友達が結構いて、 なんか別になんかそういうのいらねえんじゃねとか僕思ってたんですけども、ね、自分がね、こうやってツアー周りがね、こうやっていくと、やっぱ大事だなと思いますね。自分のメンテナンスっていうか。だからそれぞれのやり方でね、なんか体の整え方、えー、体調がちょっと下った時の、まあ、こう、上げ方、上げ方とかね、そういうのが、まあ、あの、あるんだなっていうふうに、自分を通してですね、今体験しております。 はい。ということで。まあ、あのー、昨日のライブのお話とかは、また、明日以降とかね、にお話ししたいと思うんですよ。というのはですね、今日はですね、なんと、宮崎のね、うん、それこそ僕のね、シュガーホールのね、ね、プロデュースとかお願いしてる川健さんとか、えそしてそのメンバーさんでですね、今日オフ会なんですよ。オフ会。 ね。なので、オフ会って何ですかね。山田バスのを囲んでオフ会みたいなことがありますのでですね。えー、ちょっと楽しみにしております。ので今日はですね。まあ、あの、一生懸命、一生懸命遊びたいと思います。はい。ということで、今日はオフ会。えー、そして宮崎の、えー、宮崎の日々はもう少し続きますのでですね。皆さん楽しみにしていてください。またはだけるな。ね。もう4、 48のおっさんの裸けた姿とかね。なんかあんまり、まりねえ、はい。はい、ということで、今日も一日、サラバンジー